こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日は PCIe-X16 ライザーケーブルを使ってスリムデスクトップにフルハイトグラボをつけてみようというお話です。使用するライザーケーブルは Amazon で購入したものです。長さ20センチで999円でした。もう少し安いものもあったんですけども、ロックがついているんでね、こちらにしました。使用するグラフィックボードはラデオン HD6670 です。補助電源なしでね、ちょうど余ってましたので、こちらを使ってみることにしました。幅が広いのでスリムデスクトップの HP Pro 6300にそのままつけることはできません。それでは早速つけていこうと思います。蓋を開けて、とりあえず今ついているラデオン HD6450 を外していきます。グラボを外したら、ライザーケーブルを PCIe-16 ポートへしっかりと差し込みます。続いてはライザーケーブルに HD6670 を取り付けていきます。ケーブルにグラボを差し込んだら中に取り付けていくんですが、今のようなね、方向が一番収まりがいいんですけども、このままだと HDMI ケーブルが刺さりません。ご覧のように HDMI ポートが横向きになるので、このままではケーブルを刺すことができません。ということで、グラボを裏向きにして向きも変えて取り付けていきます。HDMI ケーブルが太いので、ちょっと取り回しが難しかったです。はい、ということでね、なんとか中に収まりました。続いてはもちろん起動確認です。特に問題もなくね、起動することができました。これで蓋を閉めて終了でも良かったのですが、やっぱりあのグラフィックボードの収まりは気に入らないので、結局後ろの棒を1本切りました。これで HDMI ケーブルを挿すことができるようになったので、当初想定していた方向へと向きを変えていきます。グラフィックボードの位置が決まったら、ワイヤーで外と結んでやりました。固定とまではいきませんけども、使用中にぐらつくようなことはないのではないかと思います。一応今回はこれで完成ということとして、ドラクエベンチでグラボ変更の効果を見ていこうと思います。ご覧の通り、スタートからもう早速大差がついております。ここまで違うとはね、ちょっと思っていなかったのでね、少しびっくりしました。ちなみにラデオン6670はマックス 66W で、推奨電源は 400W のようなんですけども、これぐらいのね、軽いソフト使う分にはなんとかいけるのかなっていう気がします。はい、ということでご覧の通りね、スタートは合わせたんですけどもね、ラストは結構ずれてしまいました。結果はラデオン HD6670 が7077、とても快適ということでね。で、以前つけていたラデオン HD6450 は重い1636という結果となりました。この後一応 FF14 ベンチも回してみましたけれども、結果の1494はともかく電源が落ちるようなことはありませんでした。以上、本日は PCIe-X16 ライザーケーブルのお話でした。ロープロファイルのグラフィックボードはどうしても中古で探していると玉数が少ない、さらに言えば値段も割高ということだったんですけども、このライザーケーブルを使えば、ハイプロファイルのグラボも、選択肢にね、入れることができます。ただ、補助電源付きのものはね、やっぱりちょっと無理があるかなという気がしますがね。それでも、選択肢広げてね、いろいろ購入
する際にね、選ぶことができるようになるのではないかなと思っております。今回購入したライザーケーブルは非常に作りがね、簡素なんですけどもね、まあ次購入するときはね、もう少ししっかりしたものを購入したいと思います。はい、ということでね、以上、キタロウファミリーのキタロウがお送りいたしました。それでは、さようなら。